どうもこんにちは。今回はね、ちょっとね、気になった商品を紹介したいと思います。その商品とはこちら、スーパーストーンバリア包丁。まあこの包丁がね、何なのかっていうと、ご存知の方もね多いかとは思うんですけど、通販系の包丁です。実際にどんな包丁なのかは、実際にちょっと映像をね流します。ストーンバリア、切れ方が違うっていうのはこういうことなんです。こうやって力じゃないんですね。もう勝手に刃が入ってきます。こういう大根なんかも太いものもスッて、今までっていうのはここで止まるんですけど、そのまま行くと全く止まりません。ストーンバリア包丁なんですけど、これ落とした瞬間行くわよ。見てください。これがスーッと入ってって、でこれがそのままペロンと落ちるんです。とまあこんな感じにね、スーッと引くだけで人参が切れたりする、確かな切れ味と包丁へのひっつきづらさを謳う包丁です。今回はね、本当にこの通販のような切れ味があるのかを、通販番組と同じことを実践して紹介したいと思います。で、試す前の私の個人的な感想なんですけど、まあ、誇張した演出やろうなと思っています。で、今回試すのはこちら、人参、大根、かぼちゃ、そしてこれは忘れてはいけないアボカド、さらにトマトの落とし切り、あとはね、チーズもカットして本当に包丁にひっつかないのかも試したいと思います。では実践していきます。これがね、第1投目です。本当にね、スーッといけるのかね、試しています。いきます。ん？ちょっとね、切れるけど、なんかスッといけるか、スーッとはいけないね。結構力込めてスッとやれば、あーまあ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 。で、断面なんですけど、これね、わかるかな、結構ね、今力ずくでシュッてやって切ったんでね、切れ味も断面もね、ちょっと汚いね。で、次が大根、皮付きの大根です。これに関しても、まあ、スーッといけるみたいな感じだったんで、まあまあ無理やとは分かってないけど、一応やります。買ってるんで。あ、いける、すごい、あ、すごいわ、あ、これはすごい、いやすごい、これ断面もすっごい綺麗、あ、すごい、見て、ほら、わかるかな、これ表面すっごいツヤツヤ、相当切れ味いいぞ。ああ、やっぱね、無理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 で切ったら、やっぱりね、ほら、断面が全然違うの分かるかな。こっちがストーンバリア、こっち側が今普通の包丁で切ったんですけど、全然違う。分かるかな、この感動、ちょっと感動してる。めちゃくちゃ滑らか。もしかしたらこれ人参もいけるかもね。ちょっと人参もう一回試してみます。どういったらいいんやろうな。まあけどね、あーけどいけるね、いけるわ、うん、あ、大丈夫、使い方やった、すいません、使い方が悪かっただけで、使い方分かればね、こっちがもう全然断面すっごい綺麗にいける。で、次はかぼちゃ、ちょっと種だけ取って、かぼちゃなんですけど、まあ、普通に切ってみます。あー、まあまあ切れるね、全然切れる。これ普通の包丁なんですけど、あ、やっぱね、あー違う違う、全然違う。じゃあね、次、まあ、ちょっとこれはね、個人的にもすっごいやりたかったやつ、アボカド種ごとカットできますっていうのを歌ってるんですよ。ちょっと1回しかできないんで、一発でいきますね。いきます。マジや、めっちゃすっぱり切れてる。え、すごいな、全く抵抗ない、全く抵抗なしにすっげえ綺麗に。アボカドのこんな断面見た人少ないんちゃう、世の中で。でね、これ次がトマトの落とし切り。トマトをこうね、上からね、
ポンと落として、音が投げるんかな、若干勢いつけて。そしたら、スパッと切れ取ったんで、それがほんまにできるか、やってみます。ワン、ツー、スリー、おお、すごない？これすごいわ。めっ、すっぱりいってる。トマトやっていけるって話じゃないんですよ、包丁。これね、いきますよ。これ多分こっちの方がね、切れやすいんで、絶対に。これで、いくか。やってますよ、その包丁で。ほらね、僕は包丁研いでないっていうのもあるんですけど、こうやってね、ちょっと入るだけ。でこれね、同じように、ほらね、いける。じゃあね、次は、まあ、ひっつかないっていうことを歌ってるんで、まあ、ベビーチーズ切ってみて、本当にひっつかないかどうか切ってみます。ほい、あ、つかない。いや、これ銀紙ついてるとかじゃなくて、おー、あ、ついた。ちょっとね、チーズはひっついたんで、アボカドをね、ちょっとあのストスト切ってって、つくかつかないか、まあ、それ確かめてみましょう。チーズはちょっとね、粘度がひどかった。うん、ひっつかないっていうのは、まあ、なかったね。結構つきました。まあ、ひっつきづらいっていうぐらいちゃいますかね。あ、けどね、包丁自体に油分とか汚れっていうのはね、付着しないね。結構ね、普通の包丁とかやったらね、汚れついたりするんですけど、まあ、そういうのがつきづらいから、やっぱひっつきづらいっていうのは本当かもしれないです。いかがでしたか？以上がスーパーストーンバリア包丁の切れ味についてでしたが、通販で紹介していることに偽りなしでした。まあね、切れる包丁を使ったらどれでもできるやろうとね、言われればその通りなんですけど、少なくてもこの通販包丁は切れ味のいい包丁ということは判明できました。とはいえ、包丁って使い続けてこそ真の価値が発揮されていくので、これからこの包丁を私が使い続けて、またね、半年後くらいにこのスーパーストーンバリア包丁の使い勝手について紹介してみたいなと思います。本日の動画は以上です。ここまでのご視聴、誠にありがとうございました。動画が参考になったり楽しんでいただけましたら、いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。失礼します。